土砂災害により埋没した小林村小林里は台湾高尾市高専区に位置する里。特段知名度のある村ではなかったが2009年8月9日に発生した土砂災害の様子が国際的なニュースとして映像と共に各国に配信されたことから広く知られるようになった。2010年12月25日に旧高雄県が高雄市に併合されたことにより 小林村から小林里となる。台湾を襲った平成21年台風第8号による集中豪雨により8月8日から8月9日午前6時頃にかけて災害が発生し村内の山腹斜面が岩盤から大規模に崩壊。崩落した土砂は中心部の集落地帯を完全に埋没させた。村の周辺に逃れて助かった生存者はわずかに五十名。 ほどだった。台湾の中央災害対策センターが発表した被害は8月13日時点で家屋169個398人が生き埋めによって行方不明という状況。現地までの交通手段は寸断されていること土砂の流出規模があまりにも大きいことなどにより重機を投入しての被災家屋を掘削するなどの 直接的手法による行方不明者の捜索は行われておらず、以降の生存者の発見が絶望しされている。この災害による犠牲者は500人ほどとみられる。8月19日、バエ Q 総統が現地視察して政府の対応の遅れを被災者に謝罪した。同日、対応の遅れの責任を取る形で、ZH、節津川行政院秘書長と ZH、 陳はじめ便国防部長が辞意を表明。それだけでは、批判が止まず、9月10日には、流暢現行政委員長が辞職して、行政委員総辞職へと追い込まれた。中華人民共和国の反対を押し切る形で8月30日に、ダライラマ14世が放退して、翌31日には、現地移問を行っている。ありがとうございます。